どうも、シドです。さあ、今回なんですけれども、1月28日木曜日登場の、セリエや、東京 FP ガチャの、当たり選手ランキングの動画の方を撮っていきたいと思います。まあ、今回もですね、20名、リーグ1に引き続き20名いるんですが、今回、10名に絞ってランキング付けしてきました。まあ、それ以外の選手はですね、まあ、基本的にはそこまで当たりじゃないというか、まあ、ウィーレ的には使えない選手が多いのかなと思ってます。まあ、その他の選手も、能力値確認したいっていう方は、僕のサイトの方で、確認することができますので、よかったらぜひね、そちらの方からご覧ください。概要欄に、リンクは貼っておきます。まあ、今回もですね、ランキング、それからレベマー能力値を紹介しながら評価、それからね、ワンポイント解説もしていきますので、よかったら最後まで、見ていってください。それでは早速やっていきましょう。はい、まず10位ですね。10位は、この若い選手、イヴァン・イリッチ選手ということで、身長187センチの年齢19歳ですね。で、プレイメーカーの選手なんですが、まあ、前回のリーグワンのカマラ選手みたいな感じでですね、プレイメーカーの選手でして、スピシュンなおかつフィジコンボディコンとかがそこそこある、まあ、守備もそこそこやれるプレイメーカーみたいな感じですね。で、今回のイリッチ選手はインターセプト持ってないんですが、ワンタッチパスとスルーパス持ってますね。で、まあ、そうですね、ディフェンスセンスとか、まあ、ちょっと低いですが、まあ、フィジコンとかあるので、まあ、割と守備はできるのかなと思ってます。まあ、リーグワンのカマラ選手もね、似たような能力値ですが、使用感かなりいいですね。で、グランダーパス89とかフライパス87とかもまあぼちぼちありますし、ボルコンとかもね、しっかり高いと。で、まあ欠点ですね。唯一欠点と言っていいのは、コンディション程度が4っていうところですね。まあそこがちょっとね、引っかかるところではありますね。まあライブアップでも直近見た感じ、B1 回なってたぐらいで他は C とか D があったので、まあちょっとコンディションは安定しないのかなと思いますが、ライブアップでが B 以上の時とかは、この選手全然、4312の底とか、DMF の1で使っていけるのかなと思ってます。結構ね、僕的には使ってみたい選手となってます。はい、9位はですね、イブラですね。はい、ズラタン・イブラヒモビッチ選手ということで、ポストプレイヤーの選手で身長が195センチ。年齢39歳です。もう39歳ですね。すごいですね、マジで。それでもまだまだね、やっていけてますもんね、現役で。すごいですよね。レベル上限16と、かなり低いですね。で、能力値見ていきますと、まあ、スピシュンはやっぱ著しく低いかなと思いますが、オフェンスセンス90、それから決定力91とか、ヘディング92、この辺はいいですよね。で、キック力97のフィジコン96ということで、まあ、やっぱシュートの力はかなりあるのかなと思います。ライジングとか、ワンタッチシュートとかも持ってるので、まあ、その辺、しっかり決めていけるのかなと思います。まあ、スルーパスもかなりいいですよね。で、逆足頻度が4、精度が3ということで、頻度4あるのはかなりいいと思います。まあ、この選手割とライブアップでも安定してるのかな。コンディション程度も7ということで、まあ、ポストプレイヤー、使いたいっていう方は、イブラヒモビッチ選手をかなりね、使っていってもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、8位はですね、エディン・ジェコ選手ということで、こちらもポストプレイヤーの選手ですね。身長193センチの年齢34歳で、レベル上限22、総合値は93までいきますね。で、まあ、能力値見ていきますと、オフェンスエース94、それが決定力93。まあ、このあたりいいですね。まあ、ドリブル系の能力値は低いのかな。スピシュンも、イブラと比べても、まあ、ちょっとは高いですが、イブラと同じぐらい低い感じですね。で、キック力89のフィジコン92、ボディコン86と。まあ、ボディコン、フィジコンが85を超えてきてるのはかなりいいですね。まあ、この選手はですね、逆足44で、なおかつワンタッチパスとか、ミドルシュート、ワンタッチシュートとか持ってるので、まあ、ポストプレイヤーならやっぱ最強格の選手なのかなと思います。まあ、イブラかジェコか、まあ、どっちか、みたいな感じですかね。まあ、IM で言ったらクライファートとかいますけど、まあ、ジェコが、やっぱポストプレイヤー使うなら、使ってる人を見たらね、うん、ジェコが一番使用率高いかなと思います。逆足頻度精度44っていうのもやっぱでかいですし、まあ、やっぱワンパっていうのもでかいですね。イブラにない特徴をかなり持ち合わせてるのかなと思うので、まあ、この選手も無難に当たりかなと思います。はい、お次は7位ですね。7位はロメル・ルカク選手ということで、ボックスストライカーの選手ですね。レマー総合値95までいって、身長191ですね。で、能力値見ていきますと、オフェンスセンス92、で、決定力93、スピード94、キック力93、フィジコン99。まあ、この辺がね、いいかなとは思います。で、アグレッシブネスもあるので、まあ、相手の事故を誘うこともできるのかな。チェイシングなどつけたらね、もうかなり、事故らせることはできると思います。で、まあ、スキルですね。ワンタッチシュート、コンカ、それからアウトスピンキックなど、まあ、その辺が優秀かなと思いますが、まあ、ちょっと乏しいかな。まあ、ミドルとかライジングとかも持ってて欲しかったですかね。まあ、この選手はですね、ボックスストライカーが使いこなせるなら、スピシュンある程度あって、フィジコン99ということで、まあ、かなり驚異的にはなってくると思うんですが、やっぱ身長191センチと、
まあドリブルはしにくいんですよね。まあフィジコンとかスピシュンを活かしていけるような使い方をできれば、まあルカク選手もかなり化けるんじゃないかなと思ってます。ギジ 3CF のね一角に置いてあげても、まあかなり強いのかなとは思ってます。はい、6位ですね。6位はベロッティ選手ということで、ラインブレーカーの選手ですね。年齢27の、レマ総合値94までいきます。で、能力値見ていきたいんですが、まず評価できるのはオフェセン95ですね。まあドリブル系はねそんなに高くないんですが、決定力91で、スピシュン85で、キック力91のフィジコン84、あ、違う、フィジコン89、ボディコン84ということで、まあここがね、85前後あるのはかなりいいですよね。まあ結構いい感じのラインブレーカーだなと思ってます。で、逆足頻度精度が33で、ワンタッチシュート、それからスルーパスも持ってると。まあ無難に使いやすいのかなと。身長181センチもかなりいいと思いますし、去年結構前作はね僕もベロッティ選手当てて使ってたので、まあ今作も、まあ、割とそうですね、人は選ぶとは思いますが、まあ使う人が使えば、まあ、かなり化けるのかなと。使用感はね本当にいい選手なので、まあその使い方さえ分かったらベロッティ選手もかなりハマると思います。まあ無理して使わなくてはいいと思いますが、まあ当てておいて、まあちょっと使ってみるのはありかなと個人的には思ってます。AI もすごく優秀だと思ってます。はい、次5位ですね。5位はロドリゴ・デ・パウル選手ということで、この選手はですね前回 FP 来た時からかなり好評なので、まあ、今回5位にしてみました。レマ総合値94で2列目からの飛び出しの選手ですね。まあ能力値見ていきますと、オフェ戦はちょっと低いですが、ボールキープとか高くて、グランダーパス、フライパスも無難に高いと。で、決定力も85あって、スピシュン88、瞬発92、キック力94、フィジコン78でボディコン88。まあボディコン高いのはかなり評価できますね。で、守備系の能力もある程度あって、ダブルタッチ、コンカ、ミドルシュート、それからスルーパス、この辺のスキル有能かなと。で、逆足頻度精度は32ということで、まあ使いやすそうではありますよね。ライブアップでもね本当に B 以上がかなり多いイメージもありますし、まあ、使ってる方は本当に多いですね。まあ、個人的には CMF とか、まあ、それから ST の位置なんかでも面白そうかなと思いますが、まあ無難に CMF が一番強そうですよね。まあ、ワンタッチパス持ってないっていうところが欠点かなと思いますが、それ以外はねまあ無難に、強いのかなと思います。まあ僕まだ使ってないんで分かんないですが、まあ多分使用感のいいようなそういうタイプの選手かなと個人的には思ってます。はい、じゃあ4位ですね。4位はドゥバン・サパタ選手ということで、前作から、ポストプレイヤーからボックスストライカーに変わりましたね。身長189センチのレベル上限が23で、レベルは95までいきますね。で、能力値見ていきたいんですが、オフェンスセンスが94、ボルコン86、ドリブル85、ボールキープ85。まあこの辺も無難に高いのかな。サパタってこんなにあったんですね、ドリブル系の能力。で、決定力95で、ヘディング91で、スピシュン90、84で、キック力89で、フィジコン99、ボディコン76ということで、まあ前作はですね、ポストプレイヤーでなおかつワンタッチパスを持ってたのが、まあかなりいい点ではあったんですが、まあワンタッチパスなくても、まあむしろ全然強いのかなと思います。本当にまあ完全にさっきのルカクよりかは普通に強そうではありますよね。逆足もまあある程度蹴れて、なおかつオフェンスセンスとかも高くて、決定力も95あると。まあこれがスーパーサブなので、まあこう調子1個分ねスーパーサブ発動すると上がると言われてますが、まあそうなってきたらまあかなり強いんじゃないかなと思います。まあワンパ消えたからといえど、まあ全然辛い評価ではないかなと思ってます。もう全然無難にガチスカに入れていい選手だと思ってます。はい、じゃあ次3位ですね。3位はですねチーロインモービレ選手ということで、インモービレが来ましたね。で、ラインブレーカーの選手なんですが、レベル総合値95までいく、身長185センチの、まあ、身長もいい感じですね。まあ、能力値見ていきたいんですが、オフェンスセンス96。で、この選手の特徴なんですけど、まあ、ボールキープとか、ドリブルか、そんなに高くないので、まあ、あんまりコネコネしたりはできないのかなと思ってます。で、決定力97、スピシュンが90、88、で、キック力が94、で、フィジコン91のボディコン81ということで、フィジコン91はかなりでかいですよね。で、なおかつワンタッチシュート、ワンタッチパス、ミドルシュート、ドロップ、この辺のスキル有能かなと思います。まあ、インモービレに関してはですね、もう全然作ぐらいから使用感は、まあ、安定に保証されてるぐらい強い選手なのかなと思いますし、まあ、去年からね、パフォーマンスも安定して、ライブアップでもかなり安定してるのかなと思います。まあ、毎週無難に使っていける選手だと思いますし、まあ、フィジコン91、ボディコン81っていうところが、まあ、かなりラインブレーカーにしては高い方なのかなと思ってます。
まあ、ボディコンがねもう90前後まで来てたら、まあ、かなりボールキープとか低いですけどもっとボール持ってたのかなとは思います。まあそれでもやっぱ無難に強そうですね。個人的にはライブアップで BA とかだったら全然使っていこうと思ってます。はい、2位はですねクリスティアーノ・ロナウド選手ということで、まあこの選手は入れざるを得ないですよね。前線どこでもできて OMF もできると。でまあ能力値はこんな感じなんですが、で能力値見ていきたいんですが、オフェンスセンス95、ボルコン94、ドリブル93、ボールキープ92、グラッパ89、フライパス86、決定94、ヘディング96、スピーション89、90、キック力96、ジャンプカンスト、フィジコン91のボディコン89。うん、最強ですね、やっぱ。能力値だけ見ると本当に最強ですね。ただ去年はですね、逆足頻度精度が4-3だったのが、頻度3、精度4になったんですね。まあ、頻度4の方がやっぱ強かったのかなと思います。で、ロナウド個人的にやっぱ前線起用の AI があんまり好きじゃないので、まあそうですね、人によると思います。本当にロナウドに関してはワンタッチパスとか持ってないし、ラインブレーカーでもないしっていうところを考えるとやっぱり人によってくるのかなと思いますが、まあやっぱ使うとね無駄に安定して、 AI はあんまり好きじゃないですけれども、まあ AI はあんまり好きじゃないですけど使うとやっぱり安定してるので、まあこの選手は2位でしょう。今総合値も98とね、うん、かなり強いと思います。まあミドルとかワンタッチシュートとかもね、もう本当にめちゃくちゃシュート入るんで、まあとりあえず持ってない方は当てておいていいんじゃないかな。まあアイコニックのロナウド持ってるって方は別に狙わなくてもいいですよね、さすがに。はい、じゃあ栄えある第1位はねカリドゥ・クリバリ選手ということで、まあやっぱりクリバリよなっていう感じなんですが、身長187cm で年齢29歳、レベル上限21のレメア総合値96でハードプレスの選手ですね。うん、能力値もまあ素晴らしいですね。ボールキープ70っていうところはやっぱり事故りやすさ生みますが、スピシュン93-83で、ジャンプ94のフィジコン99でボディコンが78、うん、ボディコン75超えてきてるんですね、いいですね。ディフェンスセンス97、ボールダッシュ98、アグレッシブネス95ということで、まあヘッダー、マンマーク、インターセプト、この辺のねディフェンスに欲しい能力値スキル持ってますし、まあコンディション安定度5ですけれども、まあライブアップで C でも全然スカジスカ級の選手かなと思います。先週ですね、通常のクリバリ、ライブアップで A だったんで使ってましたが、やっぱ通常でもめちゃくちゃ強かったですね。まあなんでその FP ということで、まあ弱いわけがないですよね、さすがに。いやめちゃくちゃ強いと思います。まあスピシュンある程度あってフィジコンもあると、まあこの選手は出るまで引いた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、前回のクリバリを持ってる方も今回は多分ディフェンスセンスが95乗ってるんで、まあ今回クリバリの乗り換えを検討してみてもまあいいんじゃないでしょうかね。絶対ねいつかは出ると思うので、はい、無限に引けるガチャなんでね、まあクリバリ狙って皆さん引いていきましょう。はい、それでは今回ですね、ここでセリエA投票 FP ガチャの当たり選手ランキングの動画の方終わっていきたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ個人的にはやっぱ圧倒的にクリバリが一番当たりなのかなと思います。ロナウドはねアイコニック、それから FP をもう持ってるよっていう人はかなり多いと思いますし、まあその他の選手はですね、まあガチスカに入れてもいいかなぐらいのレベルなんで、やっぱ必須級って言ったらクリバリ、それからロナウド、まあ、ぐらいなんですよね。まあ、今回は、そのリーグワンの投票 FP ガチャに比べて若手の選手もあまりいなくて、まあ、ちょっとレアさかけたり、まあ、ちょっとあんまり、そうですね、面白みがそこまでないガチャなのかなとは思いますが、個人的には。まあ、でも好きな選手がいる方は、その選手が出るまで引いてみたりするのもいいですし、まあ、自分の、手持ち状況を見てこの選手は取っておきたいなっていう選手がいたら、取ってみるのもありだと思います。まあ、個人的にはクリバリ一人をまあ押したいですかね、このガチャに関しては。クリバリガチャと命名してもいいでしょう。はい、それでは今回こういう動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。